あとね、実はお金に関することがもう一つ今日ね、事件があったのな。なんか大阪から電話が来てたのだよ。え、何大阪なんだこの番号と思ってネットでピピピピって調べるのでしょ。この番号何の番号と思って、そしたらね、その番号からかかってきたのはカード会社で不正利用の確認のお電話みたいな番号だったのだね。え、不正利用って待ってこれ大丈夫。いや、詐欺じゃなくて、こうカード会社のサイトの書いてある番号だから、あの詐欺じゃなくて本家本元公式でも、あなたは全然使ってないカードだったから、え、これでなんか買い物したっけとか、え、なんだこれと思って、折り返しのね電話をしたのだよ。で、なんか本当にね、なんか不正利用を検知したみたいな感じで連絡が来て、で、最近なんかネットでお買い物しましたかっていう感じで、あなた、まあ、ネットでは買い物するけど、なんかユニクロ GU とかで買い物しましたか。え、ユニクロネットで買い物してないとか、買ってないとかって。あとは、DMM サイトで、なんか、購入しましたか ?DMM ってまさかって。え ?DMM って、へへへみたいな。DMM で5000円ほどなんか使われてるってなって。え？ちょっと一緒ね、一緒考えたんだけど、でもあなたはね、いや、このカードでは買ってないはずと思って。いや、あなたは DMM は使ってないの。他のカードで DL サイトは使ったけど、でも DL サイトと DMM って違うのだよね。なんかちょっと不安になったのよね。違うよね、うん、あれ一緒なのかなと思う。でも違うはずだし、このカードで買ってないと思って。だからちょっと一瞬考えちゃったのね。 DMM って何をっていう、まあ例えば動画とかですねと言われて、いや動画は買ってないって。そう、DL サイトカード使えなくなったのなね、それがすごい大変だった。で、あなたは使って、あの、DMM とか使っていないので、え、使ってないでしょって言って、なんであなた、不正利用されていたっぽいな。で、なんか、そういう毎月の請求とか利用料金みたいなのを確認してくださいって言われてて、でもあなたはそういえばしてなかったわと思ってアプリ見たら本当に5000円引かれてて、え、何この5000円DMM って書いてあって、え、なんでこのカード、え、なんでこのカード。誰なの、あなたそのカードをネットに登録してないのだけど、だからさ、すごい不安になっちゃったのな。まあ、結局、あの、カード交換になるんだけど、あなたはね、あの、基本カード2枚しか使ってなくて、その不正利用されたやつは、もうほんと全然全くもう使わないの。だから、え、これ、ね、誰？お金返ってくる？4月に使用されていたっぽくて、まだ確定されてないっぽいから、あの、多分普通に取り消しされるのな。まだ引き落としされてなかった。なんか多分あのセキュリティの何て言うんだろう、多分何かをミスるかな、何かで検知されて、うなたの不正利用っていうのが分かったらしいから、確かになんで分かったんだろうと思ったのよね。
な、なに、ほんと、なんか、こんなこと始めてってびっくりしたのな、折り返し電話してよかったのな。ずっとしまってあった。最後に使ったのがもう、去年の、何月だろう。っていうぐらい使ってないカード。額も少なくてよかった。怖い、変態やろう。DM やまってそういうことだろ、変態やろう。あなたのカードで見てんじゃねえぞ。あなたはいいの。怖えやろな。やっぱ利用履歴はちゃんとみんなチェックすべきなのだね。